所だよ。いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラッシェグランクリュー。大人になったら一緒に楽しもう。乾杯。リサと君に。ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。依頼が受注されました。目標時
でも私は君たちの私がそれだこれまでの人は人ありがとうだから
よし。
に依頼があります。
通信があれば完璧です。どうぞ。施設も UCA の一部になった。陸の孤島はカイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった。設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。全力を尽くします。サム、あなたも頑張って、一日も早く西へ到着することを祈っています。よくやったサム。次はマウンテンノット市北の配送センターまでつないでほしい。実はその配送センターから非常事態の連絡が入っている。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく怪我人が出ている可能性もある。その端末で確認してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。
あなたの肩と足につけるプロテクターね。ただし、つけている場所には荷物を固定することができない。よく検討してから選んでね。点の都市で北の配送センターから緊急の配送依頼が入った。事故が発生したようだ。スタッフの一人が重体らしい。詳細は不明だが、現地からは血液製剤が必要だと連絡が来ている。命に関わる依頼だ。宣言時間内に確実に届けてくれ。時間は限られている。何よりもスピードが、一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。センサーにかかったようだ。
そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。気をつけろ、君が狙われている。
よし。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。いいぞサム、次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで準備を整えてくれ。サム、お疲れ様でした。
ノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした？なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ？サム、あなたをビーチで待ってる。
ああ、サム、BB のことなんだが、あんたがカイラル通信をつないだおかげでデータが一部復活した。それで分かったことがあるんだ。データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。あんたには罪はない。だから聞いてくれるか。うん。封印された BB の技術はブリッジズが復活させたんじゃない、分離過激派が復活させた。およそ3年前、 UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ。ブリッジズの再建計画が動き出し、第一次遠征隊が出発した頃だ。連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる。それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい。俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのはそのことも理由なのかもしれない。俺たちは BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ。それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた。最初のデスストランディングが起きた頃、 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった。初期の BB 実験でこの島が消滅している。おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝入りで行われたらしい。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からも BB 実験は世論の猛反対にあった。皮肉なことに、デスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止、資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何か分かったら知らせよう。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。